こいのは嫌いだよ。出力を上げて一気に殺してやる。ジャッカルチュから殺してほしい。なんだこの背筋が凍るような感覚は。前へ前へ。あ？負けられない。貴様負けられないんだ。生きていたのか。おやじを助けるんだ。だから殺してやる。何度だって殺してやるぞ。死ぬんだ。うわっ、なんだこの光は。猫フラッシュだ。貴様誰だ。今の一番様は一番様であって一番様でない。どういうことだ。一番様は奇跡の光の力をその体に取り込み、戦闘力を飛躍的に上昇させたのです。じゃあスーパー一番ってことか。さようでございます。今々しい。所詮俺の敵ではないわ。バカな。ならば出力最大だ。中からか。
あっていいはずがない。単なる人間に、この俺が。人間の可能性にはかなわないのですよ。やったやった、もう一番勝ったぞ。おいつどうした、もう一番しっかりしろ。デコフラッシュの膨大なエネルギーに体が耐えきれなかったんでしょう。なんだ、どうなったんだ。あ、リュウはお前の勝ちだ。俺の、覚えてないのか。なんか途中から訳が分からなくなって大したやつだよ。にしてもジェイが助けに来てくれるとはな。お前に負けた罰だ。バトルの湯ゲットだ。ただ一つ。さあ、戦するか。おい一番、おい大丈夫か。そう。動け。あと少しだ。踏ん張れ。わかってるさ。いよいよですね。ついにここまで来ました。堀田さん。はい。どうして俺たちを助けてくれるんだ。あんたは。このエイジの家を守る番頭だろ。そうです。だったらなぜ。ハヤトが言っていたでしょう。エイジ様は本当は優しい人だと。私もそう思っています。今のエイジ様は自分を見失っているのです。だったら番頭なんてやってないで、自分の力でガツンと一発殴ってやれじゃねえか。それはできません。この機械化された体は今から遡ること20年以上前、私がちょうど30歳になった時に英治様から与えられたものです。交通事故で死にかけた私を助けるために。人体の機械化は今では当たり前のようになりましたが、当時は莫大なお金がかかりました。英治様は何の見返りも望まず、そのお金を投資してくださいました。この命は英治様から与えられたもの。私が英治様を裏切ることはできません。